蛍光腸管洗浄剤。蛍光腸管洗浄剤とは、腸管内容物を洗浄流射するための蛍光の薬剤である。主に大腸内視鏡検査や大腸手術の全処理として使用される。ゴライテリ液とも呼ばれる。ゴライテリーは製品名であり、正しくは PG、ポリエチレングリコール製剤である。マグコロール、ニフレック、ムーベン、オーペグ、スクリット、 ニフプラス、ロレナック等の商品名で販売されている。また、PEG 製剤の他には高濃度のマグネシウム製剤であるマグコロールがある。マグコロールは、スポーツドリンクに似た味であり、比較的飲みやすいとされる。ただし、洗浄効果がニフレックやムーベンに比べて劣っているという評価が多い。また、高齢者での安全性が懸念されており、メインとなっている製剤は、 PEG 製剤である。他にも、錠剤を多量の水で服薬するビジクリアという薬剤がある。主成分は、リン酸ナトリウムからできているが、こちらに関しては、副作用で、脂肪や腎不全が報告されており、日本国内で普及はしていない。味が悪く飲みにくいとされていたニフレックとムーベンは2004年に、レモン味に変更され、若干ではあるが飲みにくさが改善された。 直近の腸管洗浄剤は、モビプレップというものが発売された。これは、ニフレック、ムーベンよりも高張りの浸透圧となっており、服薬には、水分補給が必要となってくる製剤であるが、患者需要性は従来のものより改善された。成分は、クエン酸マグネシウム、マグコロオールのみあるいは、塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、 無水硫酸ナトリウムを配合したもの、ニフレックなどであり、腸管での電解質蘇生と等調になるように調整してある。粉末として包装されているので用事数に溶解させて使用する。腸管での水分吸収は電解質が吸収されることで発生する腸管内と体内の間の浸透厚さに応じて水分が移動することにより起こる。腸管で吸収できる 電解質の量には限りがあるため、頭頂の電解質液を大量に、蛍光摂取すると浸透厚さが小さくなる。それゆえ、蛍光摂取した水分のほとんどが、腸管に対流し進化作用を表す。また、継続的に投与することで、腸管内の固形物を流殺させる。蛍光腸管洗浄剤に先立って、前日及び当日には低残差の検査食の使用や、 食事制限が施される。また他の減剤や消化管運動機能改善剤、モサプリ毒塩酸塩錠、ガスモチンを併用する場合もある。ただしこれらの処置は保険適用外である。通常2リットル程度を使用するが、その全量を適宜分割して2時間程度の時間をかけて経口投与する。追加値の最大使用量は4リットルとされている。そして、 腸内の固形物を効率よく洗浄するために、最初の 500ml 程度はゆっくりと飲むことが指示される。投与開始1時間ほどで、肛門からの排泄が始まるが、その時点でも、蛍光投与は継続する。排泄される液は当初は、腸管内の固形物や濁りを含むが、排泄が進むにつれて腸明になり、最終的には、単純由来の着色。 黄色が認められる透明な液体が排泄されと、腸内洗浄は十分である。液が残存すると内視鏡検査等の障害となるので、腸管洗浄剤の排泄が完了してから検査、あるいは手術に臨むことになる。大腸造影の場合は、造影剤の付着を避けるため、クエン酸マグネシウムを用いる。副作用としては、瞬化作用を持つために、腹部膨満管、ゴロゴロ。 腹らいた、吐き気などを催す場合もある。また、消化管には1日あたり、約8リットルの消化液が分泌され、通常は、その分泌された水の全量が再吸収されるが、蛍光腸管洗浄剤により、水分の再吸収が抑制されるので、脱水症状を引き起こす場合がある。その際には、めまい、ふらつき、寒気、脱力感、 一過性の血圧低下などの症状が現れる。経口腸管洗浄剤は、腸管洗行あるいは腸閉塞の患者には、使用禁忌である。また腸閉塞になることが疑われる患者に使用する、ことで実際に、腸閉塞に陥ったり、腸閉塞で餌死していた腸管が出血、腸管洗行するなど重篤な副作用が現れる、例があるので、 重篤な便秘状態の患者は検査前の診察時に、その点を医者によく説明すべきである。他の注意すべき副作用として、糖尿病治療患者への食事制限に起因する低血糖症、低ナトリウム血症、ショック、アナフィラキシー様症状、マロリー・ワイス症候群などがある。上述のような大腸内視鏡検査時や、 大腸手術の前処理の腸内洗浄ではなく、ダイエットや美肌目的で腸内洗浄を行うこと。宿便を取る腸内細菌層のバランスをリセットする、新陳代謝を良くする、デトックス等を謳って、蛍光腸管洗浄剤や自作の塩水を用い、それとウォーターバッシング、塩水洗浄、内服干腸とも呼称する。直腸から洗浄剤を注入、干腸を用いる方法もあり、 町内洗浄キットと呼ばれるものも市販されている。医療機関で医療従事者の監視下に行わず、自宅やエステサロンで独自に行うことから危険を伴う。2017年2月6日、フェイクニュースの一例として NHK ニュースアップで取り上げられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。